からぐーぐーっと道を曲がって音川沿いまでね、河川敷まで歩いてきましたけども、なんと本日の特別ゲストといたしましては本田忠勝役に藤岡弘殿、あちらにもねコーヒーを出しております藤岡弘殿が来てくださり、大いに行列を盛り上げてくださりました。まあ、わしらもね、なかなか大変な声援を受けられて、いやありがたかったなぁ、ね、わしらの一挙手一投足に拍手をくださり、声をかけてくださりとね、はい、まるで人気者になったかのような錯覚を起こしましたけど、人気者じゃなかったんだ、人気者じゃないんですけど、人気者じゃないんだな、たくさん声をかけていただきまして嬉しい限りでございます。さあ、しかしてしかしてじゃないしかし、明日からもですが、桜祭りは続いてまいりまする、桜祭り期間中は平日でも14時から1回演舞を行います。はい、皆様がおるこの場でござるよ。そう、本来はね、平日はおもてなしのみとなるんでござるけども、桜祭り期間中はたくさんの客人が来てくれるということで演舞を14時から行いまする。明日も、その例に漏れなく、ああそうそうそう、はいはい、漏れず、明日14時から演舞を行います。そして明日はそれに合わせてあれだな、和紙物語も開催となるな、ね、これは誰がやるかはまだ言えんのだけども、和紙物語の開催がござる、それも15時半から行うゆえぜひぜひ来てくだされ。なんか近々のことで伝えておかればならぬことございますか。遠方の方々が多いかもしれぬゆえ、ですが、岡崎のネオパーサというサービスエリアがございます。ネオパーサ岡崎という、そちらサービスエリアにてわしら、なんと月の最後の土曜日、今月は29日でございますが、その29日土曜日にネオパーサ岡崎にてもわしら演舞をさせていただきまする。はい、ネオパーサ岡崎ね、下道からも上からも行けまするゆえ、どうぞお時間ございますれば、どうぞお立ち寄りくださりませ。はい、お願いいたします。さあ、それではこれだけたくさんの客人がいらっしゃいますからな、例のいつものやつで締めといたしましょう。それでは、これにて本日のおもてなし終了とさせていただきまする。本日も誠に一日ありがとうございました。締めの儀式といたしまして、毎回恒例のやつやります。皆様、親指を拝借。はい、はい、全員でございます。見えてますよ。いいですか？もうこの時点で恥ずかしいでしたら、次のステップには進めませんよ。いいですか？それがしが、徳川と唱えたら、その後にみんなで一斉に、イエーイ、やっそわしの名前を叫んでください。はい、今笑ってる人、わしの名前ですよ。いいですか、ね、恥ずかしがらずに。今これ岡崎で流行ってますからね。参りますよ。さあ参ろう。徳川イエーイ、やっそ、ありがとう、参りちゃった。明日もよろしくお願いいたします。Thank you.